チャオ、エリコです。なんか久しぶりにここで動画を撮る気がします。今日もイタリアからいろいろな情報をお伝えしていきたいと思います。実は私、歯の矯正をイタリアでやったんですよ。なので歯の矯正のことと、あと美容関係についてお話ししたいと思います。私、八重歯があったんですよね。ここに結構、こうほんと上から八重歯が生えてて、で下の歯もまあちょっと歯並びが悪くて、もう日本にいた時はなんか日本って結構八重歯可愛いって言う人もいるし、なんかそこまで気にはなってたけど、その歯の矯正しようってまでは思ってなかったんですよね。でもなんかイタリアに住み始めると、なんかイタリア人ってみんな本当に歯並びが綺麗。イタリア人で八重歯ある人ほとんど見たことないです。多分もうみんな子供の時に矯正とかちゃんとするんでしょうね。だからなんかそれでちょっと私が歯並びが悪いの余計気になりだしちゃって、それでいろいろ調べてみて、でもやっぱり矯正したいっていう風に思ってイタリアで矯正をしました。もし歯並びでね悩んでらっしゃる方がいたら、本当に年は関係ないです。もう全然20代後半からとか30代からとかでも全然歯の矯正、2年間3年間ってね、本当にお医者さんも言ったんですけど、あっという間に過ぎます。だから一生後悔するよりは、始められる時に始めたらいいと思います。歯の矯正をしないと病気になるとかじゃないんだけど、でもやっぱり歯並びが悪いと歯ブラシもうしにくいし、虫歯になりやすくなるし、やっぱり歯の矯正して歯並びが良くなった方が、自分ももっとブラッシングとかに気をつけるようになったし、虫歯も減るんじゃないかなと思います。今もコンプレックス他にいろいろあるんですけど、歯に関しては全然今これで満足してます。ズバリ費用はですね、4500ユーロだったと思います。でこれはもう初めから最後の最後までもう追加料金なしでこれです。これって多分日本より安いんじゃないかなって思います。まず虫歯を全て治療すること。でその実際に矯正を始める前にレントゲンで頭蓋骨からこう全部この骨組みを撮らないといけないんですよ。写真を噛み合わせとかのやつで。でそのレントゲンもイタリアで撮りに行って、なんか器具にこうやってこうされて、なんか「はい動かないでね」みたいな感じで。でそれでレントゲン終わってやっと、私の歯の矯正のプロジェクトが始まるって感じなんですけど、何本か歯を抜かないといけないって言われて、下の歯1本と上も1本抜きました。八重歯が本当にもう上からグッて出てたんですけど、やっぱ八重歯はすごく根が深いらしくて抜いたらいけないらしくて、その奥に隠れてる歯を抜いて。でなんとこの超上に生えてたエヴァがだんだんやっぱり移動してくるんですよね。意外と歯の矯正器具をつけた後は移動するのが早いです。移動するの早いんだけど、やっぱ移動してからもずっとつけとかないとまた元に戻るんですって。やっぱ最初歯を抜いた時は矯正器具をついてるわ歯は抜けてるわで、やっぱ見た目めっちゃ悪かったですよ。我慢するしかないし、最初友達がね見たら「え歯の矯正したの?」みたいな感じでびっくりするけど、もう最初だけだし、毎回その毎月メンテナンスに行くんですけど、その時にこう一回チェックしてもらって、またちょっと締めるんですよね、きつく。そしたら締めた直後のもう噛み合わせが変わるんですよ。あれさっきまでここが当たってたのがもう当たらなくなってるみたいな、その締めた瞬間からもう変わるんですよ。そんな感じで私は上も下も内側じゃなくて外側にがっちり見えるやつで2年間はつけてました。でもやっぱ2年後取れた時ってやっぱすっごい嬉しいですね。やっぱお金もかかるけど、やっぱりでも私は本当にしてよかったなと思います。で特に今たまに写真写る仕事とかコンサートライブとかするので、やっぱ人前に立つ仕事をやる時にやっぱりこうコンプレックスが1つ減ったから、前よりはこうニッて笑えるようになったかなって思います。であと美容関係ですね。例えばネイルサロンね、ちょっと待って、どこから話したらいいかな。なんかねいろいろ違いがあって面白いです。私全然ネイリストじゃないんで、素人なんでちょっと間違った名前とか情報だったら申し訳ないんですけど、日本って多分機械でガーって削らなくてもコットンに何か液体を含ませたやつをこうちょっとつけて、でつるんって取って、でそれでも残った部分をちょっと取るみたいなイメージなんですよ。だからこう地爪があまり傷まないイメージなんですけど、イタリアって未だにドリルでガーッって削るやつしかなくて、毎回がっちりハードジェルなんですよ、分厚い。だから私それはすごい合わなくて、地爪がどんどん薄くなっていって、もう取ってまたジェルをつける時にランプの下に入れたらもう「痛っ!」みたいな、もうなんかもうしみる、熱い。筆でこうネイル塗ってもらうじゃなくて、その筆が撫でるだけでもうめちゃくちゃ痛かった時、激痛が走った時がありました。だからもうイタリアでネイルたまにするんですけど続けられないです。デザインとしては日本って本当にこうね、器用、ネイリストさんみんな器用だからすごい細かいで繊細な色、なんかベージュ、ピンクにホログラムとかラメとか、こうグラデーションとかでちょっとキラッ輝かせてみたりとか、もういろいろ、もうどの爪も違うみたいなデザインが多いんですけど、イタリアは一色、もうはいこの色、しかも結構はっきりした色が人気です。ネイルアート、なんか筆でちょっと花を描くみたいなアートは見たことあるんですけど、ストーンをつけたりっていうのはこっちはあんまり見たことないです。結構日本でももうすっごい盛り上がってるぐらい、こうストーンをもうつけ放題とかだったら欲張っちゃって、こういろいろつけてギラギラしちゃう爪とかも見たことあるんですけど、イタリアは本当に好みが違いますね。シンプルで、そのネイルサロンの中なんですけど、なんかもう日本ってネイルサロンもそのヘアサロンももう癒しの空間、お客さんって癒しを求めてくるじゃないですか。で綺麗になれるし、でも私はそのイタリアのネイルサロン、まず痛みに耐える、でもう痛みに耐えることに必死で、まあ癒しの空間っていうよりはまあ普通の場所ですね。普通の場所ってどういう意味？いや、なんつうの、働いてる人もお客様っていう感じの態度じゃないです。なんか例えばいきなりその働いてる人、ネイリストさんがコーヒー飲んだりとか、あ、ごめんちょっと今コーヒー飲むわってコーヒー飲んだりとか、私がネイルしてもらってる時に他の手空いてるネイリストさんが私たちのテーブルのところに来て、でネイリストさん同士で世間話すごいしたりとか、多分日本だったらこういうサービスはありえないと思うんですけど、イタリアはもう普通です。でしかも手が空いてたネイリストさんも「あ、どんな感じ?」みたいな、こういう感じで見てくるんですよ。なんかこういう姿勢がまずお客様の前で、日本ではありえないじゃないですか。なんか「お客様大丈夫ですか?」とか、こう全然もうなんか普通に超カジュアルな感じ、フレンドリーな感じで世間話をされてました。で私一回なんかイベントとかが重なってた時期があったから、ネイルも派手にしたいと思って写真とか見せて、ちょっと単色じゃなくてシンプルなやつじゃなくてこういうのにしたいって見せたんですよ。で多分それ日本だったら全然余裕のデザインなんですよ。それを見せた瞬間、イタリア人のネイリストさんは、はぁ、ため息ですよ。お客さんの前で堂々とため息。でもある意味、なんていうの、嘘じゃない。そういうのは別にネイルサロンとかだけじゃなくて、全体的にお店で働いてる人はそうですね、すごいよく言えば正直っていうか、こうフェイクじゃないから、その人の感情が、すぐ表に出る。あとヘアサロン、美容室ですね。カットは未だに日本で切ってもらうことがほとんどですね。カラーだけはやっぱり年に1回しか日本に帰れないんだったら、さすがにね、カラーはちょっとこっちでもやってもらわないとあれなんですけど、カットは何度かイタリアで切ってもらったんですけど、やっぱできれば日本で切ってもらいたいですね。こっちの人のカットの仕方が日本人の髪質に合わないと思います。シャンプー台が、日本は結構こう完全に寝た状態になって、でタオルかけてもらってみたいな。でもこっちのシャンプー台ってなんか中途半端に倒れるんですよ。こんな感じで、こんな感じでこの首が超痛くなる。じゃあそろそろ洗い流しましょうって言われて、シャンプー台に座ったものの、あと5分待ってねって言われて、この状態で5分ですかみたいな。でも超首痛くて、その首痛いは結構イタリアの美容室どこでもそうでした。なんか中途半端に倒れる。でここにグサですよ。めっちゃ自分の頭ってやっぱボーリングの球ぐらいは重いんだなって実感しました、本当に。であとタオルとかも何もないです。このまま後ろで洗ってもらって、でこの間面白いの発見したんですけど、なんか掃除機みたいなやつ、本当に掃除機みたいなやつ、掃除機の先がこういうやつじゃなくて、それを取ったらよく窓の溝とか掃除できるやつあるじゃないですか。掃除機を頭にグワーグワーガーって、でしかも超うるさいガーって、もう本当に掃除機で。あとこっちの人は例えばパーマをかけるとかだったら、もう本当にかかりましたっていうのが見える感じの結果にならないと納得しないらしいです。だからパーマかストレートだから、ああいうちょっとニュアンス、無造作、ゆるふわみたいなのはもうこっちの人自然に持ってるんで、寝起きスタイルなんで、寝起きがうちらが憧れるゆるふわなんですよ。だからこっちの人は逆にないものねだりで超綺麗なストレート、もしくはもうくる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 どっちかなんですよ。あとこっちの人って男性はパーマをかけたりヘアカラーしたりする人すっごく少ないです。まずパーマかけてる人はほとんどいないと思います。ヘアカラーはたまにやっぱりそのアーティストさんとか、それこそ美容師さんとかは結構奇抜な髪型の人もいるけど、パーマは女性しかかけてないかも。はい、今日はこんな感じです。チャンネル登録まだされてない方はよろしくお願いします。またね、チビデマラプロシマ。